ニコラ・サンソン・サンソンによる北アメリカの地図。バハカリフォルニア半島が島として描かれている。サンソンによるテメシュバールの絵ニコラ・サンソンは、フランスの地理学者、地図制作者である。二代の国王に仕え、地理学の分野で活躍し、フランスの地図制作の父と呼ばれている。1600年12月20日に、アブビルで生まれた。聖火は、ピカルディにおける、 スコットランド系の古い家系であるアミアンのイエズス会で教育を受けた。1627年にわずか18歳でガリアの地図を作成したことでリシュリュー数奇教に知られるようになり、サンソンはフランス国王に仕える地理学者となった。サンソンはルイ13世とルイ14世に地理学を教えた。ルイ13世がアブビルのサンソンの元を訪問した際、国王は 町が用意した宿舎ではなく、当時は要塞工事に従事していたサンソンの客人としてその家に滞在することを好んだ。この訪問の後、国王はサンソンを国務大臣に任命した。1627年に最初の重要な地図であるパストでフランスを制作し、1632年に版画出版社のメルヒオール・タベルニエによって出版された。その後、 地図帳を何冊か自分で出版した後、版画出版社のピエール・マリエットの仲間となった。1647年、イエズ・スカイのフィリップ・ラベが、自身のファーレス・ガリエ・アンティーコイを盗作したとして、避難した。1648年、長男のニコラをフロンドの乱で亡くした。晩年の友人には、コンデコー、ルイ2世がいた。1667年7月7日に、パリで死去した。 息子のアドリアンとギオームが王に仕える地理学者の職を引き継いだ。1692年、アレクシス・ユベール・ジャイロがサンソンの地図を集めてアトラス・ヌーボーを作成した。地図投影法のサンソン図法はサンソンの地図帳で用いられたことからその名がついているが、サンソン以前の地図でも使用されており、実際の考案者は不明である。ありがとうございます。